関節ですね。関節があの痛い、例えば股関節とか膝でもいいんですけどね、痛い時には必ずそこの筋肉が硬くなって縮む力が働いてるんで、レントゲンを取るとね、狭く映るんですよ。狭く。で、これ痛いから狭く映るんですよ。狭く映ったから痛いわけじゃないんですよ。だから取る必要がないんですよ、こんなの。慢性的に関節が痛い時だからレントゲンなら取る必要がないんです。狭く映りますから、誰でも。だからヨーロッパ行くと MRI とかレントゲン慢性痛の人に一切取らないって知ってます？腰痛の人病院来ても家帰って寝てなさいですよ。休んでなさいです。お金取りませんよ、お医者さん。慢性痛については筋肉硬いだけですから休んでなさい。